はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは久しぶりのメトロエクソダス、そして、追加 DLC 第2弾サムの物語が、2月の12日水曜日に配信されたので、早速やっていきます。何ヶ月ぶりぐらいかな、半年ぐらい経つかな、そんな経ってないか。前回は2人の大佐をプレイして、こっちは、その名の通り、オーロラ号一行にいたメンバーのサムが主人公として描かれるストーリー。早速やっていこう。仲間との別れはきつかったよ。だが大佐の死が彼らに旅の終わりを示唆し、バイカル湖の湖畔で新たな生活の始まりの契機となった。俺には彼の死が転換点になったんだ。オーダーを取るか人生を生きるか、任務か親父との再会かの岐路に立った。アルチョムがそうしたように、俺も自分の他愛ない夢を追う道を選んだ。故郷への道すがら俺の心には、木々や廃墟や倒れかかった電柱が浮かんでは消えていった。目の前にボロボロのスクリーンがあって、同じシーンが何度も流されている。さながら映画館でたった一人レイトショーを見ているように。それでも朝になれば日が昇り、目の前にある新たな眺めを照らし出してくれる。そして太平洋に近づいていることを実感するんだ。一歩ずつゆっくりと着実に進もう。たとえどんな困難が待ち受けていようとも、いつの日か親父の家のポーチでロッキングチェアに揺られて、この旅を本にする構想を練ってみてもいいな。いつの日か、ああそうさ、他愛もない夢だ。街が見える、海を渡る旅立ちの地だ。風の中に潮の香りがする。家に帰るチャンスがわずかでもあるなら、きっとここで見つかるはずだ。ロシアへ赴く前、親父に別れを告げながら、これが最後の任務になると約束した。そもそも俺は戦争に行くつもりはなかったし、大使館を守るお気楽な仕事だと思ってたんだ。それがまさかキノコ雲を目の当たりにし、死に物狂いの逃走や救済を求め、20年も戦い続けることになるなんてな。だがアルチョムがトンネルから出る決心を固めたことで、再び親父に会えるという望みが生まれた。東に進むにつれ、その希望は大きく育っていったんだ。ノボシビルスクに着く頃にはもう家に帰ることだけで頭がいっぱいだったよ。任務が残っていたし、司令官や仲間がいたから、みんなと別れはしなかったが、そんな俺のオーダーでの務めもバイカル湖のほとりで幕切れとなった。あの丘の上で耐え難い喪失の痛みを通して分かったんだ。仲間たちも気持ちに区切りをつけたことが、彼らの旅は終わりを迎えた。だが俺はとどまっていられなかった。頭の隅にあった希望が、その頃には憂いになっていたんだ。人生の目的へと行かなきゃならなかった。もはや家族同然になっていた仲間も分かってくれたよ。こうしてウラジオストック郊外に到着し、俺はここまで無事に来られたことへの幸運を噛みしめている。だが運命に従い太平洋を目指すからには、何としても家に帰らねばならない。親父と再会を果たすんだ。
待ってろよ、フラジオストック。始まった。さあまず操作を思い出していこうか。ちょっと文字が薄いけど、アメリカに戻る道筋を見つける。ああってことは本編のグッドエンドを迎えた後のストーリーってことでいいんだ。サムは一人アメリカに戻ることを決めたと。でこの DLC は二人の大佐、前回の DLC の二人の大佐は一本道の、ほぼ一本道で描かれるストーリーだったんだけど、サムの物語は本編と似たような感じで、小さいオープンワールドがいくつか存在する、そうです。ライト OK。こっちはなんだっけ。あ、時計。バイカル湖畔は、ガスマスクなんて必要はなかったんだけど、この辺も同様か。あらら、移動手段を見つける。家に帰るには船が必要だ。まあ現在地はロシア、ユーラシア大陸、太平洋を渡る必要がある。そりゃ船が必要になるが。お。おお。もうエンディングを迎えているせいか、メトロ特有の荒廃、まあ荒廃はしてるけど、あの空気が薄汚れている、あのどんよりとした雰囲気がなくて、それだけが救いだ。ああ、橋がボロンボロンだ。うわ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 、おお、わお、これはわおだ。後ろこの間抜けども、地元民 VS 悪党。やつを殺すんじゃねえぞ、足を撃つ。警告しておくぞ、次は撃ち殺すからな。こん中だ。こんにちは。キャプテン、両手を上げて出てこい。わしをどうするつもりだ。どうもしやしねえって。心配すんな、お偉いさんがお前に会いたがってるんだ。なんで会いたがってるとわかる。つてがあるんだよ。ほら、時間の無駄だ、さっさと出てこい。お前が姿を見せたら出てってやる。こっちだボケ。手前にいるのが悪党か。お疲れさん。主君、ボスをやりやがった。加勢してあげるか。悪党に肩入れする必要なんてないからな。はい、全部始末したようだ。ありがとうよ。あ、間違った。話そうじゃないか。分かった、キャプテンさん。こんなところで何をしてるんだい。この辺のアイテムはしっかり回収と。キャプテン、こっち？お。あ、この上か。
この中には入れんのかな。入れなさそう。あら、まだいた。ああ、武器を下ろすんだ。おい、落ち着けよ。助けたろ。今すぐ武器を下ろせ。はいはいはい、わかった。面倒はごめんだ。故郷まで行ける船を探してる。心当たりは？一隻だけだが最高の船がある。おい、見せてやろう。あっさりと。今なんかカルマチの変動があったぞ。これ DLC なのにまさかエンド分岐ある？気をつけてくれ。かなりの高さだ。連中と同じ目に遭いたくはないだろう。奴らはわしを追ってくる。キャットの機嫌を取るためにな。わしを生け捕りにしたいようだな。双眼鏡で覗け。ここからよく見える。双眼鏡、あ、操作を忘れている僕にはとってもありがたいチュートリアルだ。ほら、あそこにある。おい、マジか。潜水艦って、しかもバカでかい。あれなら故郷まで。故郷ってどこなんだ。話し方でうすうすわかるが。サンディエゴだ。おい、またアメリカ人か。まったく、こんな偶然あるか。またアメリカ人って、マジか。その様子じゃ知らないようだな。後で教えてやろう。おい、やばい、行くぞ。お、今度はなんだよ。バットウィングだ。あいつが来る前に今すぐ行くぞ。何、バットウィングって。おお、あ、コウモリだ。あー、気持ち悪い。可愛げのないコウモリだ。うわ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 。ほら、ジップラインで下れなかった。襲いかかってくるやつか。ギャーやめて。とりあえず撃ってみる。まだ来る？倒した。ああ、これは開けて。とっとっとっと。やった？まだいた？ AR の弾は序盤なのに想像以上に使われてる。危ない危ない危ない。抜け道でもある？これ死ぬよな。うおっと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 もう、あ、武器。
って、もう死にかけてる。あ、武器ない。キャプテンどこ行った？助けて。カエルの鳴き声？これは。キャプテン。うわ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 。あ、治療キット終わった。楽になった。あ、じゃ、なんで、ヘビー。なんだよ。替えになる武器でもないかね。あ、こっち行ける。ない。そりゃねえだろ。どうしたクソったれども、かかってこい。俺らと一緒に来いや。逃げ取りにしろ。サム強。離れろってんだ。あ、いいから見ろよ。皆殺しにしてやる。サムすげえ。早いところ倒さんと。スタンガン、それはずるい。ずるいから取っちゃう。あー、危ない。4対1はねえだろ。でも足も出ないってか。うせやがれ。とっ捕まえた時こう言ってた。くたばれ、お前らみんなぶっ殺してやる。絶対アメリカ人。お前だってロシア人っぽい話し方ってわけじゃないだろ。まあアメリカ人の口調は映画で見たからな。あいつも映画で覚えた。ちょうどいい、あいつだ。なあ、お前どこから来た？モスクワからだ。なあ、アメリカ人じゃないのか？いや、俺はモンゴル人だ。わかったよ、降参だ。俺はアメリカ人だ。ほら見ろ。マジかよ。ああ。捕まえるのに手を焼かされたのも納得だ。星の巡りが悪かった。ついてなかったってことさ。そうだな。まあ、そう決めつけるのはまだ早い。おいら、どっ捕まえたのはアメリカ人だ。キャットに報告すべきだよな。こちらデリバリー応答願う。キャットに繋いでくれ。ニュースがある。電気を外してる。待ってくれ。分かった。待機する。エンジンを止めろ。一旦待機だ。ひょっとして戦艦に連れて行かれてる？ついてなかったといえば、あれが見えるか。ああ、あれや雲だ。雲だって？あれは嵐だよ。ああ、嵐だが、ただの嵐じゃないから、巻き込まれたら、ついてないところじゃ済まないだろう。捕まってむしろついてたんだぜ。デリバリーへ、ボスが戻ってきた。繋ぐぞ。了解。エンジン始動、潜水艦へ行け。それでどうなった？キャプテンへの申し出は。やつは、臆病風に吹かれて逃げやした。一緒にいた男を捕まえたんでさ。こいつはアメリカ人ですぜ。お前ふざけてるのか。
ねえボス、やつはあんたみたいな口調だ。ああ、分かった。そのアメリカ人に代わってくれないか。よし、こんなことバカげてるとしか思えんが、念のためだ。何者だ。サミエル・テイラー上等兵、海兵隊だ。わお、こいつは驚いた。ああ、俺も信じがたいが。信じられん。おい、愛想だし。はい。その男は客人として扱い、いいな。直ちに連れてこい。はい、ボス。なあ、俺たち大成功したぞ。最初からこいつがアメリカ人だと見抜いてたのは誰だっけ。ははわお、潜水艦だ。大したもんだろ。全部俺たちのだ。すごいな。ボスだ、これを見ろ。誰か。ええ、俺だ。よく来たな。なんで縛られてる。ああ、お待ちを。さあ、乗ってくれ。客人を案内するんだ。はい、ボス。くそ、キャットを怒らせちまった。ったく、ロープをほどいとけよかった。でも縛ってなくても怒られる。ああ、どうせキャットは喜ばねえ。キャットって呼ばれてんの。キャプテンの言ってたアメリカ人ってあの人のことが。さあ閣下、こちらへ。到着です。真っ先に殴りかかってきたのに歓迎されてんだかなんだか。